早速聖書に入っていきたいと思います。今日はマタイの14章でペテロが水の上を歩いたところなんですけれども、とっても有名なところですけれども、28節29節を中心にお話をしたいと思います。で、もうご存知だと思いますけど、一応簡単にこのストーリーを話しますと、実はこの話の前に5000人の給食があります。5つのパンと2匹の魚で、男性だけで、5000人、女性と子供を入れたら、1万人と言われて2万人以上はいたんじゃないかと思いますけれども、その、5000の給食があって、みんなが満腹したところで、イエス様は今度はもう弟子たちをすぐに向こう岸に先に船で行かせます。でそして自分は、軍師を解散させて、もうお腹いっぱいになったからもう帰りなさいよって解散させて、それから、自分は山に登って祈るんですね。でイエス様は、お腹を空かせた群衆たちをそのままほっとけなくて、まずお腹いっぱいにするわけですね。いつも言いますけれども、今でもそうなんですけれども、私が実家に行くとですね、今は姉が中心ですけれども、必ず私の好きなものを買って待ってるんですよね。で、私が食いしん坊だからかもしれませんけども、でお腹を満腹にさせてください。断食の時にこういう話をすると答えますねで、やっぱりこう本当に大切に思うと、お腹を空かしてもほっとけないというところがあると思うんですね。でイエス様は群衆たちをほっとけなくてお腹をいっぱいにして、それから、スタートには今度は解散させて、イエス様は山に登られたんですね。ですごい大きな奇跡をした後に、人々はもうすごい驚いて、イエス様は、いわゆるそれこそ祭り上げようとすると思うんですけども、イエス様は山に登って一人で祈られました。常にイエス様は一人で神と交わる時間というのを必ず確保されるんですね。で私たちはこの死と交わる時間というのを奪われてはいけません。でもちろん教会で共に祈ることはとても大切ですが、個人として神様と交わる時間を失うとき、私たちは命を失います。何かというと、それは本当に神様の導きや神様の語りかけや確信を失います。だからクリスチャンというのはですね、困難になればなるほど輝きます強いですし、問題が起これば起こるほど逆にいい意味で腰が座ってくるんですね。それは本当にイエス様と交わっていると、そういう時にこそ逆にこう主の言葉や主の光が輝くからです。暗くなればなるほど小さな光でも輝くのと同じなんです。ところが神と交わってないと、もう困難になったら翻弄される、もう人に翻弄される、状況に翻弄される、もうクリスチャンとしての何でしょうかね、本来の一番良いものを失うんですね。それは神様との個人的な交わりを失う、それが起こるんです。だから個人的交わりをやってる時、私たちは困難にものすごく強い、人々に翻弄されません。ところがこれを失いますと、あっさり人々に翻弄されてしまいますね。だからその個人的な人の交わりっていうのを決して失わないでほしい。でイエス様でさえ常に人の個人的な交わりを、弟子たちが寝ている時に朝早く起きて持ったり、こうやってすごい奇跡を行った後にわざわざ持ってたわけですね。これが大きなポイントになるわけですね。でそれとともに、それが大きな鍵になるということをね、覚えてください。でそれとともに教会で共に祈るということがね、すごく大切になっていきます。でここでね、個人的に人と交わった後、弟子たちは向こう岸に行くわけですけれども、ところがその船は24節見て分かるように、何キロメートルも漕ぎ出した後向かい方が吹いてきます。すぐ向かい方が吹いてくればね、戻ればしまいなんですね。ところがある程度出てから向かい方が吹く、これはね、人生でもあるんですよね。何かを選んで進んでいくと、最初はこう順風満帆にうまくいくんですけど、ある程度行ってからこう何か起こってね、戻るに戻れない、どうしましょうってことですね。すぐ向かい方が吹いてくれば戻ればしまいなんですよ。ところがある程度行ってから向かい方が吹いてきたから、戻るに戻れない、行くに行けない、ね、どうすりゃいいのよ、思案橋って若い人に分かんないかもしれないけど、ね、そういう状況になるわけですね。で何かっていうと、私の人生でもある程度行ったところで問題を許されてきたり、困難を許されてきたりですね。で、弟子たちは本当に困ってたんですね。そしたらイエス様が夕方まで祈られて、そしてその後山から下られて、夜中の3時、もう草木も眠る打ち水時って言いますけども、真っ暗な夜ですね。
で、おそらくこの時火は出てないと思います。なぜかって言ったら、向かい風が吹いてきて、弟子たちが困っている状況ですから、そこにこう、スーッて迫ってくる。暗闇の中に、なんか人影が、はっきりしない人影がこう動いてくるわけですね。で、弟子たちは、イエス様を幽霊と間違えるわけです。で、これは、いつも言いますが、当時イスラエルでは、特にガリラヤでは、湖の上に幽霊が出ると言われてましたので、やっぱ本当怖かったと思うんですよね。わーってね。そしたら、思わず幽霊だってわけですね。ね、そしたら、イエス様は、しっかりしなさい、私は恐れることはないって言われたと書いてありますね。で、さらっと書いてあるけど、なんか本当に怖かった弟子たちに向かって、すぐにしっかりしなさい、私は恐れることはないって、イエス様言ってくださって、ほっとしたと思うんですね。で、本当に怖い時にこうやってパッと言われると嬉しかったと思うんですね。イザヤの人だったらね、エス様幽霊と間違えたらね、カチンときてね、よし、この際ちょっとって言って、恨めし与えてですね、ある程度脅してから言うとかね、そういうこと考えてたんですけど、エス様はすぐにこうね、言ってくださったわけですね。で、エス様だと分かった。ここから今日のところですね、今日のメッセージのところに入りますけども、分かったわけですね。そしたらですね、ペテロが、私にここまで来いと言ってくださいっていうね、この後の言葉があるわけですけども、水を歩いてるイエス様を見た。最終例だと思ったらイエス様だったと。あ、イエス様は水を歩いてこられたと思ったと思う。で、この時、他の弟子たちも見てたんですけども、面白いですね。おそらく他の弟子たちも、ペテロも、生まれて初めて、人が水を歩くの、もちろんイエス様ですけどね。しかし、イエス様が水を歩くの、この時のイエス様は、復活の体じゃなくて、肉の体、見た目の体じゃなくて、私と同じこの体ですからね、罪は犯してませんけどもね。その体が歩くのを見たと思うんですよね。生まれて初めて、ね、で、ところがペテロだけはそれを見たとき、私も水の上歩きたいと思ったんですね。ね、で、なんですね。私はね、キャサリン・クルーマンのね、1950年代の映像を見たときにね、思ったんですね。新井先生はそこに行ったんですけどもね。新井先生はその時、なぜ日本にこれは起こらないんですかってこう叫んだそうですけども、私はそれを見たときに、これが日本でこれから起こると思ったんです。で、その時に、いろんな説教者が立つけど、その中の一人に、私も神様を使ってくださいっていうのが願いだったんですね。で、私はそれを答えられると思ってます。信じたから。例えば、昨日コンサートの映像を見た人、ある人は羨ましいなと思ったり、いいなと思うでしょうけど、簡単ですよね。同じことが長すぎて起こればいいだけの話です。そう思うかどうかは選択なんです。その映像を見て、あ、きっと神様はこのすごいことをこういうことをね、イエス様が歩くんだと私もきっと歩ける、私にもさせてくださいって言ったんペテロ。他の弟子たちは、ああ、イエス様、やっぱりイエス様すごいなと思って、それ以上思わなかった。で、ペテロもこれ見るまでは一回も、今まで一回も水を歩けるなんてこと考えたことも発想したこともない。で、これは信仰っていうよりもこんなこと考えもしないと思うんですね。でも見たときに考えるんです、初めて。でも見たときどう思うかは人の選択なんです。他の弟子たちは誰一人、水を歩こうなんて思わなかったし、水を歩きたいとも思わなかったんです。ペテロだけは願ったんです。で、ペテロはいつも溺れた話ばっかりされますね。確かに溺れた不信仰だから。でも、なぜ溺れたかというと、彼は歩いたから溺れたのです。で、歩いてもない人間が、歩いて溺れた人間を信仰だったら簡単です。でも私はですね、個人的にはね、そういう人間が一番嫌いなんです。父からいつまでだ、評論家だけにはなるなって。ね、私はそれは父の教えなんですね。評論家だけにはなるなって。やりもしないのにやってる人間を言う人間にはなるなって。信仰も死なんです。信仰評論家山ほどいるんです。山ほどいますよ。他の人の信仰を評価する。もうちょっとはっきり言いますけど、愚かな者たちが。ないですか。失敗することを恐れないで、求めない、踏み出さない人間にならないでください。ペテロだけはこれ見たときに、私も歩きたい、イエス様が歩けるんだったら私も歩けるはずです、主よ言葉くださいと言って求めて、そして実際歩いたん。でも人間で愚かで弱いから、やっぱり波を見て、風を見たんです。風見れないからね、風見れる人いますかね、風見れないから波だと思いますけど、風を見て思わず溺れちゃったん。助けてって言って、死に助けてもらって、もっぺん歩いたっていつも言いますけどもね。で、イエス様は、なぜ疑うんだ、信仰薄いだなって言われた。いや、信仰薄くて溺れちゃったんです、確かに。
確かにその通りなの。ね、だけども彼は一度信仰で歩き、二度目は主の憐れみで歩いて、二度までも水の海の上で歩いた。ペトロだけなの。他の弟子はみんな見たのにやってない。なぜか、求めなかったし踏み出さなかったからです。今はね、失敗を恐れちゃいけない。失敗してもまた主の憐れみで歩いたの、ペテロは。私はね、一回、ね、ガリラヤ湖畔でこの説教したことあるね。あの、水の上を歩かせていただくとあれ人ありますかって言ったら、秋元さん、すぐ手を挙げましたよ、ね、で、私もある。で、篠塚クリスチャンセンターっていうのはね、この群れはね、あのペテロタイプだと思います。求めて歩いていくタイプ。長崎教会もそういうタイプです。少なくとも、神様の教会ですけれども、神様と伝えてくださって、私はそういうふうな願いを持ってますので、そうですね。ですが、あの、よく人を恨んだりする人がいるんですけど、恨むってことの特徴は、ああいいなって、自分はないなと思ってるけど、愚かですよ。求めればいいんですよ。神様、どうぞそれをこちらにも私にも同じことを、同じっていうか、私らしくそれをさせてくださいって願って求めればいいんですよ。で、主が語られればそれでいいし、神様が違うことを言ってきたらね、いや、あなたはそういうふうにこういうふうにしなさいとか言ってきたら、あの、いつもより3度まではね、そこなんとかって言ってください。で、神様が3度言って、いや、こっちですって言ったら、はいって言って言わないといけないんですね。それ以上言うと、これはちょっと、あの、御心を拒否して神に我を押すことになるからね、3度まで言っていいですよ。3度願いましたってパウロ言ってるからね。あの、あんなこと言わずに言ってやつにね、そこをなんとかよろしくお願いしますと言い下ってたの、これがコツです、ね。しかし、その上で神様は違うって言ったら別ですけども、ほとんどの場合、神は違うと言わずにね、願いを答えてくださる方なんです。だって水を歩くのに、あの、これなんか日本人って言いそうじゃありませんか。水を歩いて何になるんだよって、それは一体どんな益をもたらすんだよって。水を歩いてどうってことない、別に、なんか別に必要ないじゃないかって。いやいや、実際考えてみたらそうでしょ。でも、イエス様一切はなかった。お前は歩かなくていいとか、歩かって何もならないとか、別に歩いてどうってことないじゃないかって言わなかった。来なさいって即座に言った。即座に言った。即座に言った。あまり賢くならないでください。賢くなると、神様の深い真理や奥義が分からなくなるんです。どうして分かりますか？いつもよりこの復活まで見た目の体じゃない、肉の体にも脳があって、おう、脳ってね。で、この脳は、アインシュタインでさえ 5% 使ってないと言われてる。一般の人間は 1% か 2% なんです。それだけしか使ってない脳で、どんなに考えても、その 98% 使ってない脳を、罪の結果つかなくなったんですけど、脳を作られた神様、しかもやがて復活の体を重ねる神様の深いご意志や御心や分かりません、分かりこないって。だから考えなくていいって言ってるんだよ、誤解しないでください。でも、神様が語られることをもっと聞く、神様にもっと心を向けていくっていうことが私の中心なんですよ。で、単純に求めればいい。で、ペテロはね、水を歩いたのを見てね、求めた。で、ペテロはこの時、水を歩いたイエス様を見れたから。で、神様は私の人生に見せてくださるんですよ、いろんなものを。不可能だと思うこと、ある程度可能性のあることを見てね、希望するっていうのはね、それは神様知らない人だっても希望するんです。神様知らない人だって願うんです。そして可能性があるからできるんです。別に神様なくてもできるんです。ちょっとこういう言い方したら問題があるかもしれないけど、あえて言えば、だってノンクリスチャンだってやるんだから。でも、無理だと思うことを見たときに、それを願い求めるとなってきたら、もうこれは神様に求めるしかないでしょ。だって、水を歩くことは人は絶対できないでしょ。できる人いますか？私は水を歩けるっていう人いないでしょ。絶対できないんですよ。絶対できないことを求めるときは、ペテロはだから、来なさいって、私に水を歩いてここまで来いって言ってくださいって言ったの。もしペテロが漁師だから、他のことだったら、あの、主に求めないで自分でできたと思う。でも、水を歩いてここまで来いって言ってくださいって言ったわけですよね。なぜか、絶対水を歩くことはできないから、主に言葉を求めたんです。自分では絶対できない、不可能だと思うことになると、人は真剣に神に求めるし、神に言葉を求めるんだ、これね。いやね、不可能を求めてますか？絶対できないことだったら、逆に神に言葉を求めるんですよ。
ペテロは外来語のプロですから大抵のことをやったと思うんです。でも水を歩くことだけは絶対できない。でもイエス様はしてる。だから私も言ってくださいって言葉を求めたんですよね。いやね、不可能を求めてほしいと思うんですね。これは無理やなって思うことを神に求めてほしいんです。で神様が言葉をくださったらですね、それは成就します。昨日も話しましたけども、佐世保レインボーゴスペルクラブってあるんですね、佐世保に、ね、それは私が佐世保に奉仕に行った時にね、山田牧師がですね、今は大胆ですけど当時はですね、その路上ライブしたりするね、まあ、歌に自信がないからと思うんですけどね、やらなきゃいけないと思って公園に行ってですね、路上ライブじゃなくて、ね、歌の練習してるふりをしてですね、人に背中を尻を向けて人のいない方に向かって歌の練習をしてるふりをして歌ってたんですね。だから私がですね、いやゴスペルクラブを作ればいいんですよって言ってね、ゴスペル教師だったら指導者いるけどゴスペルクラブだったら指導者いないし、山里みたいにやればいいんですよって言ってね、山里ゴスペルクラブってのがあったから、それを見てたから言ったんですね。で山田牧師は思ったのは、そのいや、みんな個人的に楽器を奏でる人や歌好きな人いるけど人の前で聞かせるようなレベルじゃないと思ってた。でも私がそうやって言った言葉がなんかすごく心にこう引っかかったみたいで、その全然私は、ね、オーダーとして言ったんじゃない、普通に言ったんですけど、なんかすごい神様の迫りを感じたんですって。それで最初回ってたんですけども、もうやるしかないと思って奥様に、いや始めなさいって言ったわけですね。で佐世保連牧師ってことでね、始まった。やっぱり山田殿がモデルだったんですね。最初のユニフォームはここが山田殿じゃなくなってるだけで全く同じだったんですね。ただやがて佐世保レインボーゴスペルクラブはカラーができまして、 ループっていうんですかね、知らないけどなんかね、長い首巻きみたいなのができてですね、ですね、なんかこういろんな動きになりましたけども、そうだったんですね。で始めたわけですよね。で山田牧師乗ってみたら、それはもうなんかすごい思い切った踏み出しだったんです。だからとにかく最初は教会の人の、がいる介護の家族のが介護にいるところに行った。4,5 人って言ってましたね。 4,5 人の前でコンサートした。それでも度胸は行ったそうですね。一人がね、それを聞いてもうボロボロ泣いたんですって。その姿を見てみんな感動してね、よかったと思ったんですって。で2回目は地域のその本当にもう地元の地域の小さな祭りだったんだけど、ほとんど演歌とか盆踊りみたいな歌ばっかだったのに、彼らだけゴスペルでちょっと奇抜でカラーが違ったんで逆にそれを受けたって。そこから、いろんな福祉施設とかね、いろんな、お祭りとかにちょっともうちょっと大きめに行くようになった。でそのうち祈ってる時に予言があったのかな、佐世保の駅前のなんだっけフレスタっていうんですかね、デアルドになるとか、アルカスっていうのは長崎のブリコールみたいなとこね、アルカスで歌うようになるってね。そりゃないやろうと思ったんですって。ああいうところはアマチュアでもかなり上手い人たちが発表したりするから、でまあ、ないだろうと思ったけども、新興国学出たからね、新興国学しましょうってことでね、歌になりますって言ってね、言ってると気持ちよくなくてね、気持ちよくなったんですね。気持ちよくなったからついでにですね、この際だって言ってね、ハウステンボスで歌いますかってみんなで言ったんですって。でみんなでね、シーンだけじゃないけど嬉しくなっていろいろ言ってたんですって。そしたらですね、フレスタで出ることになって、アルカスでも歌って、でフレスタの方はですね、それを見ていた別の合唱団の人が感動して、入れてくれって言ってきて、いやうちはクリスチャンのグループだったらね、正解に来て、で、ね、教会に来てね、最初はイエス様信じなかったけど数回目にイエス様信じちゃった、そしてなんとハウステンボスの一番大きなホテルに招かれて、最初は伝道だったんです。それが伝道が 2,3 年続いて、最初は1日だったのが3日になって、で今度はメインになったんですね。で今年で去年かな、まあ、我々にとって今年度ですけども、12月23、24、25と3日連続ですね、ディナーショーのメインのチームですよね。イエーって感じですよね。で意外とですね、グランドピアノ以外だったらそんなチャチーピアノは持ってこないでくれとか言ってすごいなんですよ ねあったんですね。あれでディナー券をもらうってねことだったんですね。まあ、一つは経費節減もあるんでしょうけども、しかしそれにしてもね、やっぱり一流ホテルのディナーショーのそこに出てくるってことじゃないですよね。
告白したことが成就しちゃってびっくりしてましたよね。それなんでかって言ったら、踏み出したからですよ。で、告白して願ったからですよ。神に求めたからですよ。わかりますか？不可能は神に求めるんです。ある程度できることやってるから本気で神に出会わないんです。絶対できないことに向かって願い求めて神から言葉をもらってそこに信仰の足を踏み出すんです。なんとかできそうなことなんてね、別に信仰つかなくたって世の中でやってるんです。そうじゃない、不可能を神に求めてその不可能に向かって信仰の足を踏み出していくんですね。だってクリスマスは水上は人は歩けないんです。これはその不可能に向かってペテロは言葉を求めたんですね。で、二つ目ね、ペテロは、ね、主よ、もしあなたでした、このあなたでしたらというのは、イエス様だったんですね、私に水をやりとここまで来いとお召しになってくださいというのは、言葉を求めた。そしたらイエス様はすぐに来なさいと言われた。で、そしたらペテロは船から出てすぐ歩き出したんですけど、なぜ歩けたかというと、ペテロはガリラヤ湖のプロだから水の上に溺れることが分かってたのに、歩けたのは信じてたからですよね。来なさいと言われた時に、あ、これで水に歩けると、イエス様が言ったから歩けると信じたわけですね。だから神の言葉を受けた時、それを信じた。で、信じた時にその言葉に従わなきゃいけない時もあるけども、信じるだけでいい時もある。で、神の言葉そのものに力があるんですね。で、今山田牧師の話をしましたけどね、奥様の舞子さん、あれいい名前ですね。私の誠っていう字にね、うちの喜びっていうこの字にね、子供なんですね。真理を喜ぶ子供っていうんですね。すごくいい名前だなと私は思って、個人的にね。みんな名前いいですよね。東京行って今井さんって言われたけど、今井さんの名前は塩子って言うんですよね。志に生きる子、私お父さんつけた時でいい名前つけたなと思いますよ ね、 ね、真彦もいいですよ。真理を喜ぶ子供、志に生きる子供っていい名前だと思いませんか、ね。自分の名前皆さん好きですか？私個人的に大好きなんです、誠って ね、すごくいい名前でね。真理、新選組の誠はあんま好きじゃないんです。真理の真がいいですね。で、話は脱線しましたけども、で、何かというと言葉を信じた。で、舞子さんは何かというと、ご主人がですね、二十数年前まで、もう熱心な、建築業界の営業マンだった。ね、建築業界というか、住宅関係ですね。で、営業だから日曜日が一番忙しいんですね、書き入れ時ですね。だからクリスチャンになっても礼拝には来れない。で、奥さんは必ずご主人と一緒に日曜日礼拝行けるようになるようにって信玄って、これ不可能な祈りです。仕事を変えない限り不可能ですよね。でも堂々ご主人と夫と一緒に日曜日礼拝に行けるようにっていうのは、別に仕事辞めてと思ってないんですよ、信玄を言ってたんですね。そしたらある時聖書で時が来ましたってこう語られた。言葉はっきりだったんですね。時が来ましたってメイク来た時に驚いたわけですね。で、ああ、その瞬間、あ、これは祈った答えだと思ったんですって。時が来ましたって答えに対してはやりようがないでしょ。時が来ましたっていうことで、で、それ何かというと、時が来ましたっていう言葉に対して応答のしようがないでしょ。信じるんですよね。で、信じた時にしばらく経ったらご主人が、実はご主人は2週間悩んでたんですけども、言ってきたんですよね。会社がね、事業を縮小してその結果辞めることになったってね。これね、2週間悩んだ末の言葉だと思うんです。リストラされたんですよ。でもリストラされたって言いながら、会社が事業を縮小することになって辞めることになった。山田牧師らしいですよね。2週間悩みに悩んでどうやって奥さんに言おうかと思ったってね。それで言ったん。また奥さんは、舞子さんはもう神様から問いが来ますと言ったから、これで日曜日一緒に会いに行けると思ったから、聞いた瞬間、あ、これが答えだと思ったんですよね。だから答えだと思ったので、リストラってことよりも答えが来たと思った瞬間、嬉しくてハレルヤって言ったわけですよね。でご主人はもうね、泣き出すかね、と怒り出すかって思って、もうドキドキしながら言ったらハレルヤって言ったから、びっくりしてですね、おかしくなったのかと思ったっていうんですね。ところが、祈ってて答えだってね、あなたは会社に献身して会社の人間だったけど、神様がね、会社から神様のところと私のところに返してくれたって言われてますね。やっぱり祈ってる人はこういうセリフが出るんです。男性ってのはバカだから、リストラされた時にね、
なんでとかどうするのとか困ったじゃないと言われるんじゃなくてね、神様がね、私のところにあなたを返してくれたなんて言われたらね、そりゃもうそう言わせた神様信じますよ。当たり前じゃないですか。それでね、彼は決めたんですよ。日曜日は絶対休むって。で仕事変えて、でしばらくしたら元いた会社の社長が変わってすぐ連絡が入ってきた。戻ってきてくれって。で言ったら、いやでも日曜日はもうやれできないからもう無理だったら、いやそういうのは日曜日は休んでいいって。日曜日休んでいいのかって、休んでいいから帰ってきてくれって言われて、元の会社に戻って日曜日を休んで、奥さんといつも日曜日だった。で会社も夫婦で行ってますから、今日に至るまで日曜日夫婦で礼拝を休んだことは一回もないんです。まあ、夫婦になれってことはあるでしょうけど、何か見事ですよね。不可能を求めて言葉が来た、信じたら成就したんですね。どうぞこれね、覚えてほしいと思います、ね。で、神に不可能はないんですですから、不可能に向かって求めていくということですね。で3つ目何かあったら、で3つ目は何かというと、ペテロがこう神様が言葉をもらった、そこでペテロは船から出てってね、船から出てって書いてあるでしょ。で、飲み合わせ牧師の息子さんの小市君、光自慢って書くんですけどね、小市君、ね、昨日もしかしたらオンラインしてるかもしれないですね。愛知のあっちの方からオンラインがあったからですね。何かというと、彼は元マグレ漁船の漁師で外洋に行ってたんですね。で忘れないんですけどね、あれちょっと強烈だったから、ここのところをね、私が説教した時に、ね、言ってくれたんですよ。木原牧師ねってね、船から出てって書いてあるでしょって。でこれはすごいことだって言ったんですよ。どうしてかというと、漁師っていうのは船の中にいれば、嵐が来ようか何が来ようか、船の中にいれば大丈夫なんだって。船は命なんだって、守りなんだって言ったんです。でも漁師にとって船から出たら、嵐だったらもちろんだし、嵐でなくったって、穏やかな海だって船から出たらそこは死なんだって言ったんですよ。確かにそうですよね、考えてみれば。でもこの時ペテロは船から出て歩いていったって書いてある。これ命がけだったと思う、すごいと思ってたんですよね。なるほどなと思って。しかもペテロはガリラヤ湖のプロフェッショナルだから、よく分かってて、今向かい側が来てて前にもしなきゃいけなくて困ってる、そんな湖、そんな、まあ、湖というかキネイトル海と言われてますから、その海に足、海に船から出て足を踏み出したら普通もアウトですよ。でもそれをしたということは、来なさいってことを本当に信じてた。だからその言葉を信じて踏み出した。で実際歩いたんですね。何歩歩いたんでしょう ね。人生はね、1日1歩3歩歩いて2歩下がるっていうのは水田地域だけど、ここは長崎だから、ねペテロは1日10歩、ね、100歩歩いて2歩下がるとかね、ありませんけど、何歩歩いたか天国帰ってきたいですよね。あんまり興味ないかな。昨日インターナショナルサービス行ったらね、お受けしたんですけどね、日本人は疲れてるんでしょうね、みんな ね。でも彼らはすごくハードな仕事してるんですけどね。で何かというと、そういうこと興味ないですか。理系の人は興味あるんですけどね、大体ね。でそうなんですよ。いやこういうことにかね、なんかどうなったのかなって思わず考えちゃうんですよね。で何歩か知らないけど歩いた。でそこで溺れてしまったんですね。まあなぜ疑うのかって言われてるから、やっぱ不信仰なんですよね。でもさっきも言ったように、溺れる前に歩いたということは、神様を信じて踏み出したってことは従ったんですね。ある言葉に関しては信じるだけでいいんです。でもある言葉に関しては信じて従わないと技が起こらないんです。来なさいと言って、そうだ行けば歩ける行けば歩けると思っていても、踏み出さなければ水を歩くことは決してないんです。踏み出したとき、船から出て踏み出したときで、この場合はある意味命がけですよね。こう自分言ったように、踏み出したときは歩けたんですよ、ね、ある場合はそこなんですよ。言葉が与えられても、それに応答したとき奇跡が起こるんですよ ね。まあ、昨日先にあっちから行きましょうかね。カナンちゃん4人目のお子さんが生まれまして、ノアっていう名前になりました ね。4人目は女の子、ね、これで5人目ができることになりますね。男一人は良くないので、ね、男一人は、私も男一人ですけどね、やっぱり親の思い入れが強くなるからね、
ぱ2人以上いた方がいいですね。で、何かというと、それでかなちゃんね、まあ、4人目がまだ生まれる前ですけども、自転車が好きなチャリンコはね、自転車で宮崎と車がいいんですけど、車でもうあっちこっち行って行こうかな、ちょっと人が自転車がいるわけですね。でそれでまあ自転車乗り、赤チャリを持って、まあ、赤いママチャリを乗っていつも動いてた、ね、である日起きていつものようにさあチャリンコ乗って行こうと思ったらチャリンコはない、盗難にあったわけですね。と思ってね、と思った瞬間もうすぐ神様が語られますね。全てのことを感謝しなさい、感謝しますなわけですね。でまあ南君という強力なですね、体も心も大きい夫がいますから、ね、感謝のプロがいますから一緒にこうね感謝をするわけです。で面白い、今回感謝セミナーをするって言ったらね、南君の感謝セミナーをするって言ったらですね、それがあるならキャンプに来るっていう人がいるんですよね。飯田屋牧師がいても別に興味はないけども、南君が感謝セミナーをするなら行きたい、ねね、やっぱりね、露骨ですよね。でもまあ仕方がないですね。で確かにそうだね。で彼はね、それ一緒に感謝をした夫婦でね、そしたら主は言ってきた、必ず益になるって、必ず益になりますよって言われた。それでまあ元気になって警察に電話してきちんと届けた。ここが偉いですね。ここが大事なんですね。もう感謝すればそれでいいんだって何もしない人がいるんですけどね。例えば事故にあった時ね、もう感謝したらもういいですいいですよってね、警察処理しなかったりするけどね、事故にあったら警察に連絡をして処理する、必ず自己処理しとかなければ後からいろんな問題が生じるんです。クリスチャン結構ね、人間的にいい人が多いからやらないけど、それは必ずしも信仰できると言えません。きちっと感謝をした上できちっと処理しておければ何が起こっても対応できるんです。こういうなんていうか基本的なことをねやらないんです結構、ね、いい人たちが。でその人の方がまるでいい人の方に誤解されるんです。とんでもありません。きちっと処理をしとかないといけません。警察には届けたんです。この奇跡はこの後それで起こるんですよ。そういうことしないでね、神が働いてくださるって言うけど、人間の側がやるべきことやらなきゃ当然でしょ。ちゃんと警察に届けた。で警察が来て事情聴取があった。聴取したね、事情聴取って別にね簡単なので、警察はね、まあ、お前さんってねいい人もいっぱいいるんですよね。いや大変やねってね、もう偉い気の毒があってくれてね、偉い気の毒があってくれて、でね、まあ、帰っていった。で彼らは夫婦で、ね、感謝しながら歩いてよくね、車で行くほどの時だから歩いて買い物行ったんですって。でそしたらね、なんかね、あ歩くのもいいなってなんか思えたんですって、心から、痩せ我慢じゃなくて本当に歩くのもいいなってなんか、まあ、感謝するとそう本当の思いになるんですよね。それで荷物抱えて帰ってきたら、お巡りさんまた来たんですよ。どうしたのかなと思って、いやさっきちょっと気に漏れがあったって言ってね、その時にお巡りさんが言ったんですよね、警察来たらね、もう受け取り人がいない自転車があるから、ね、好きなの持って行ったらいいよって、困るでしょって言った。でお巡りさんの方が警察に来て自転車持って行けって言った。それは何かって本当にもうなんていうか引き取り手がいない落とし物って山ほどあるでしょ。それでその中に自転車があるからね、それでああそうですかって言って行ってみた一応ね。そしたらですね、なくした赤チャリよりもはるかに大きな立派なあったママチャリがきちっと、あこれがいいと思った。そしたら向こうはね、登録料500円だけでいいって、警察は登録はしないといけない、ね、登録料500円で、その登録するのに自転車屋さんに行くと自転車屋さんが警察から待ってきたって知ってるから、ああ捕らえたのね、困ったかかわいそうだねって言って気の毒がってくれて、なんかカナンちゃんって相手を気の毒がらせるというものがある、ね、でそれで気の毒がらせてて、それで子供をね抱えてるからね、ああそしたらってお腹大きいし、この子供を入れるこうカゴがあるじゃないですか、後ろに大きなカゴ、前にカゴって両方、前も後ろもカゴつけてくれたわけですよね。カゴ池さんじゃないけどね、ねこれじゃないかったら、前の赤チャリは小さくてカゴつけれないんです。今度の赤チャリ大きいからカゴを前も後ろもがっちりつけれるんです、ね、しかもそれはねもうタダですよ、フリー、このタダってとこがいいですよね。タダでカゴ付きのね、前より大きい赤ちゃん、それは水色だった。でカナンちゃんの好きなのは赤と水色なんです。どっちかというと水色だそうですね。ということは前にも増して好きな色の水色の
前よりも大きな赤チャリの、赤チャリじゃない、水チャリの、ママチャリの、カゴ付きで帰ってきたんですよね。それで、差出人は、おまわりさん。誰も文句は言わせない。そうでしょ、警察からもらってきたんだから。見事ですよね。お見事って感じですよね。小さなことですよ。でも本人にとっては良かったと思う。本当に神様は生きてるなって、本当に主愛の方だなって。しかも赤ちゃん生まれたじゃないですか。もうちょっとしたらね、連れて歩くにもらわなきゃいけない時、大きいと思いますよ。この2つあったら後ろにいっぱい荷物入れてね、前の赤ちゃん乗せてね。いやね、これが神様なんですよね。与えられた言葉に応答するってね。でもう一つは、これも昨日話しましたけど、今大牟田に行っている、ペテロという牧師がね、だいぶ前に白馬行った時、白馬でね、マケドニア公の説教された使徒行伝16章の、アジアに行こうとしたら止められて、ピシデア行こうとしたら止められて、でマケドニアの幻を見て、マケドニアに来てくれって言ったね。でその話があって、そして一人一人マケドニアがあるって各教会にも言われた。で伊藤牧師が帰った後、当時熊本だったけど、私のマケドニアどこですかって主に聞いたら、タマナってもうはっきり示されたんですね。それでタマナに路上ライブに行き、平日礼拝を始めた。そしたら突然そのタマナの友人がいるって言って、ある日牧師から連絡が入って、そこ訪問してほしい。その人は病気になって、お医者さんからもう寝たきりになると言われたんですよ、ね、つまり足を動かなくて寝たきりになると言われた。それで行って祈ったら、行くたびごとに元気になって、もう一つ以後にはつい一本で普通に歩いてて、しばらくだったら全く完全に癒されて、バウリングをねするんです。でバウリングであちこちコンサートします。残念ながらね、癒されたらですね、なんか自分の教会帰りましたね。ね、でもう一つはさ、今度は30年間パニック障害でね、家から出たことのない人がいた。女性です、こっちはね、さっきの男性ね。でそれで訪問した。で教会の人たちは来たんですよね。それからこう教会礼拝とか生活来るようになって、2年後に白馬に16時間バス乗って行って、白馬でたくさんの人と一緒に交わって、元気で帰ってきて、帰りのバスの中で証をいっぱいしてですね、カトリック教会のことをボロクソに言ってたんですね。なのに神父さんにですね、正直が行くなって言われてですね、来なくなりましたね、完全に癒されたら。ね、それでも神様は病気を戻したりしません。愛の方ですよね。これが神様の大きさですね。で治っちゃった。それで今度今寝たきりの人のところ、難病のところ行ってます。この人は正直がしっかりになってて、長崎のオンラインもするし、必ず彼が行くんです。で彼の教会の教会なんですけど、でねえ、その家で礼拝しに行って、ギフツも行ったし、ピースも行きましたよね。非常に主が祝福してくださってますね。で明らかにたまらないって、それとは別にね、救われた人がいてね、この前ご主人がもう天に帰りましたけど、80近かったのかな。で奥さんしっかり教会つながってますよね。で主が行った場所に行ったら、癒された人が何人もいて、どの人もね、奇跡的な癒しなんですよ。本当に。そしてあと救われた人もいて、主がおっしゃった方に行ったからです。あれたまらないってなかったらですね、何も起こってないと思いますよね。まあ神が愛の方から他の人をね送ったかもしれませんけど、でも彼を通したら何も起こってないと思いますよね。で神を言われた時にその言葉に応答することだよ。で3つ言いました。1つ目、神が見せてくださるもの、それを見た時に、いいか、不可能であったりしてもそれを期待すること、神様このことを私もさせてくださいって願うこと、求めることです。で言葉が来たら信じること、あるものは信じるだけでいい、ある場合は信じたらそれに従うこと、その時神の奇跡が起こるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。それではお祈りしましょう。天のお父様、言葉をありがとうございます。あなたは生きていらっしゃる神様で、幻を与え、私たちに夢と幻を与え、そしてそれを期待するかと問われますけれども、多くの人が見てるだけでそれを求めたり望んだりしないことが多いような気がいたします。どうぞ私たちがそうではなくて、それを本当に期待し望み求めるものとなるように、神から言葉をいただいて、その言葉に従うものとなることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。